それでは本日もボートレース小村の展望番組をお届けいたします。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明紀記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。さて、5日間開催で行われております第14回公営レーシングプレスカップなんですが、本日2日目を迎えましたね、はい、さあ今日は朝からすごくいいお天気です。いや本当、ね、春の陽気というかね、うん、昨日初日とはね打って変わって、はい、昨日はちょっとねお天気が目まぐるしかったというかね、はい、朝からもう朝というかお昼までよね、1レースぐらいから風が強いて、はい、最大ね8メートル吹いたんですけど、夜になると風って止むんですよね。そうなの、不思議ですよ。後半になるとね降水面になっててね、まあ選手もね、はい、前半した選手はねいいなこのって言ってましたよね。落ち着いた水面で、ね、言ってましたよ ね、 そうですね。でも今日は多分ね、はい、お天気予報によると風もね、うん、あんまりないんでね、降水面でレースがね行われるんじゃないですかね。はい、まあ、その結果昨日は前半レース 1,2 レースで満周から始まって荒れてましたね、まあ、水面が悪かったという影響もあるかもしれませんね、はい、水面が良くなるとやっぱりインが強くなりましたね、うん、そうでしたね。さあということで1日終わりましたけども、注目、まあ、気配が良かった選手などいらっしゃいましたか。特にねいいっていう選手はねいなかったんですけど、ブス島池田浩二はね、はい、僕は合格点つけられてるかなとは思いますけどね。はい、まあ、今節の主力メンバーですからね。そうですね、はい、ということで、本日はいい水面いいコンディションでレース行われそうですので、本日も1日、お楽しみいただければと思います。それでは2日目の本日の注目レーサーのコーナーといきたいと思います。続いてのフリップをご覧いただきましょう。さて今もお話ありましたが、ブス島誠選手を今日はピックアップ挙げていただきました、はい、さて注目ポイントはいかがでしょう。高水面でタイムアタック、おタイムアタックということは、はい、昨日ね、はい、ブス島選手ね12レースね池田浩二選手の幕出しをねかわしてるからね、はい、しっかりと受け止めてね、うん、インから逃げてね、上がりタイムが1分46秒1と、はい、ダントツの上がりタイムでしたね。そうでしたね。ブス島選手ね昨年のね、はい、1月の G2 単独杯ではね、ええ、その当時ですけど、まあ、45秒8のね、はい、大村コースレコードを出したんですよね。 そうでした。その後ね遠藤恵美選手がね、うん、45秒6を出して、まあ、更新されたんですけどね、はい、今日ね、まあ、11レース、まあ、気温も下がっててね、はい、水面のいい状態で、うん、昨日の12レースの足が良くなってたんでね、はい、もっともっと良くなってくればね、本当にインから逃げてねコースタイムレコード更新するんじゃないかなというぐらいと思って出してみましたね。なるほど、はい、まあ、陰線でのこの11レースと、ね、はい、やっぱりブス島選手の陰線はね、まあ、信頼高いですね、はい、そうですね。ここはねちょっと進入がポイントになるんですね、運の選手がどうするかですね、はい、まあ、昨日の12レースはうまくね展開として最初に2着に来ましたけど、はい、コメント的には良くないですね。やっぱりなんか出てなくて、これねエンジンが悪い、最近の中でも一番悪いと思うって本人は言ったんです。そうだったんですね。でもね展開というできたのはパスがの G1 勝ってね乗ってる運のかな、はい、まあ僕は、ね、昨日無印だったんですけどね。そうなんですよ、はい、長谷さん、そうですよね、ちょっと反省もしてますけどね。ただここはね、まあ、ブス島以外でモーター、うん、新田選手はちょっと出てませんね。女子選手した中でもね、はい、弱いとは言ってましたね。そうですか。そして明石選手も昨日からシンペラに変わってますけど、うん、はい、まだね完璧には合ってませんね。そしてね3号艇渡辺由美選手はね、はい、もしかするとシンペラに変わるかもしれません。あ、昨日の ねレース後にねちょっとシンペラに変えてみようかなというふうに言ってたんですよね。はい、ですので、まあ、彼女の場合は、まあ、前半レースも、ね、8レースありますんでね、はい、まあ、そのあたりから、まあ、ペラ交換あるかどうかとチェックしてほしいですね。わかりました。はい、ですので、まあ、ブス島選手が、まあ、インからしっかり逃げて、まあ、2コースから明石、まあ、はい、A1 コンビがね、うん、1、2号艇に、まあ、そして運のも A1 でねコース動いてきてね、この A1 トリオで、まあ、上位形成かなと2、6、3ですね、はい、そして、まあ、渡辺選手もね、うん、まあ、シンペラに変わってもそれがうまくいってくれたらね、モーター的には多分悪くないと思いますんでね、はい、やりましょうね、はい、そして、まあ、3着には品田選手まで加えさせてください、はい、もう品田選手もね、昨日はまあインからは勝ってますけどね、はい、コメントとしてはあんまり良くないですね、前転日から。でもまあここではすごく出てる選手がいないのでね、はい、まあ、展開次第では3着まで食い込んでくるかなと思って、少しまあ点数多いんですけど、ポイントフォーカスを出しました。わ、はい、かりました。1号艇の仏島選手から263、そして3着に4号艇の品田選手を加えてということで、はい、こちらでよろしいでしょうかね。お願いします。はい、わかりました。ありがとうございます。
ということで本日は仏島誠選手第11レースについて お話しいただきましたので皆様ぜひ注目していただければと思います。それではいきますよ、はい、せーの、困った時の長谷田の実。さあ今節は初長谷田の実です。はい、もうねお天気はもう春でね、はい、春は近づいてるんですけどね、そうですね、長谷はまだ冬眠中なのかと周りの方から言われたんですけどねそろそろ僕も起きてこようと、はい、うん、そうですよ、起きてください。当てて当てていきましょう。早く起こしてもうよろしく、起きてください、はい、いいですか。はい、それでは続いてのフリップをご覧いただきましょう。さて今日はちょっと早めの4レースを、あのね、うん、昨日の初日も7レースからインがずらーっと勝ちましたよね、はい、まあ、もちろん2着3着のひも穴で怖いとなることもあるんですけど、うん、ちょっと早く早めの方でちょっと、はい、穴狙おうかなと思って出しました。4レースですね。このレースはね、はい、まあ、侵入はね大神が、大神選手がね、はい、6号艇なのでね前付けに動くと思います。センターを狙ってね、はい、でもまあ細川選手、宇野選手もね、ここは枠主張でしょうね、うん、ただね内枠の2人がね、まあ、宇野選手も後半のこと言ったんですけど、はい、モーターとしては足りませんね。細川選手もまあ良くはないですねと、運のはまあ出てませんねと、はい、そしてなんか藤川選手も、ね、出てないって言ってるしね。そうですね、ですんで、まあ、でも細川がまあインからスタートしっかり行けば先に回れるんじゃないかの、はい、そこでもまあ運のと大神がねしっかり追走していく形でね、うん、まずはこの3人の争いで1、2、6のボックスから、はい、この A 級の3人ですね。で、はい、でまあ、内側の1、2、2、1からね、うん、昨日ねペラ調整して良くなっている5号で高野選手ですね、はい、高野選手昨日は3コースから2着という結果でしたね。なんか話を聞くとですね、はい、愛知のスーパースターにねペラを見てもらった、うん、あ、池田浩二選手ということは、うん、池田浩二選手パッて見て、はい、あ、ここはこうだなってすぐアドバイスくれたらしいんですよ。でそこを重点的にやってきたら良くなったんですよ。いやすごいですね僕じゃ全然分かんなかったけどパッと見てでしょ、パッと見て、あ、ここはちょっとあれだなって言ってくれたらしいんですよ。あ、後輩もしっかりとアドバイスしてですね、まあ、そこの高野選手も加えての1、2、はい、2、1からの5っていうのを出しましょうかね、まあ、先輩のアドバイス通りここは勝たないといけないですね、はい、そうですね。さあということなんですが狙い目では、はい、6号艇大神です。出足に納得とかあります。はい、昨日はね11レースの1回走りでね2着には入ったんですけど、はい、不良後方で減点があるんですね、うん、そうでしたね。で予選がね3日間ということを考えると、はい、1日早い勝負がきになるんですよね、うん、で大神選手昨日1回走りだったんでね、はい、ちょっと話聞いてるといろいろとまあ見、ね、見てみて、はい、退屈なんですよ、暇なんですよ、どうしたんって、いやいいから感触があって、あ、これ出足がしっかりしてると思うと、試運転行ってもね、もう出足では勝つし、伸びの弱い人よりかは自分が行くしね、はい、このモーターはね、1軍クラスにはなるんじゃないかと言ってました。あ、この54号機ですね。はい、ね、これからまあ G1、SG もあるけど、はい、そこに入ってもね、上の方に行くモーターじゃないかなというぐらいの手応えらしいんですよね。そうかですね。ですんで、まあね、まあ、巻き返さないといけないという条件もあるし、はい、それじゃあ、まあスタートもね、角受けぐらいになってもね、うん、頑張っていけば、まあ、まくり出したときはもうね、買い目のね、1、2、2、6のボックスなんですけどね、はい、でも、1にね、まくっていく、まあ、狼心地というのは大体ね、まくるレーサーでもありますからね、はい、まくってくれたときは、外がついてくると。なるほど。ですんで、もう、2着に4、5、3。6から4、5、3っていうので、今ちょっと新和さんすごくなんか今ねまた長谷さんなんかバカなこと言ってるなんでですか。あ、僕ねここで巻き返したいんですよ。そうなんですよね。もうちょっと2月3月いろいろありましてね、うん、ありました、テレボートの終始みたいなちょっと大変なことになってたんでね。あ、そうだったんですか。ここでちょっと巻き返したいと思いますので、うん、はい、僕は言ったからにはこれ買いますから。はい、いつもね、いつも買ってますから、買った目だから最近ちょっとね元気がないんですけどね。あ、元気がないちょっとここで神様、仏様、大神様、神様、はい、ビッグゴッド、よろしくお願いします。そうですね。まあ、侵入からこのレースは注目ということで、はい、その出足の良さを生かしてもらえれば。6号艇選手でもね、6コースに行かずコースを取っていて、なおさらモーターのいい選手ということは、はい、狙えると思うんですよね。はせさんの好きな。好きな。感じですからね。こう妄想はうまいんです。あとは結果なんです。結果があとはついてくれば、はい、よろしくお願いいたします。ですので、はい、さあということで本日の困った時の長谷田の実第4レース狙い目では出足に納得の大神選手からということでご覧のフォーカス上げていただきましたので皆様もぜひ参考にされてください。はい、さあすっきり今日は当てましょうね。はい。はい。
ということで、本日も解説いただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、ありがとうございました。